AIM-120、a i m 1 2 0アンロム、アドバンストミディアム、レンジェアー n g e r II、Air ム i s s は、アメリカ合衆国のヒューズ社が開発した、中距離空対空ミサイルである。ヒューズミサイルシステムズ社は、レーセオン社に吸収合併されたため、アンロムは、レーセオン社が生産している。 アンロムは1975年から AIM-7 スパローの後継として開発が開始された。1979年2月、アメリカ空軍は概念開発段階に提案していた5社のうちからヒューズウェアクラフト社のヒューズミサイルシステムズとレーセオン社を選定、概念実証段階に進んだ。 概念実証段階では1981年12月までに両社は試作ミサイルを3発ずつ発射。その結果からヒューズウェアクラフト社製のものが優れて意図され、1982年に全規模開発契約 FSD を結んだ。この契約によりヒューズウェアクラフト社は100発弱の試験用アンロムを製造。1987年には定率初期生産。 ルリップが認められ、1991年に空軍が初期作戦能力 IOC を獲得。1992年にフル生産が開始。1993年にはアメリカ海軍も初期作戦能力を獲得した。1994年には誘導装置に改良がなされた AIM-120B が1996年には 二 -22 などのウェポンベイに収まる、要 AIM-120B の前方のフィンを小型化した AIM-120C が開発された。AIM-120C はフィンを小型化した以外は AIM-120B と同様であり、本来ではス -15 や F-16 などのヒステルス機には AIM-120B が使用され、 回 -22 や回 -35 などのステルス機には AIM-120C が使用されるようであったが、ステルス機の配備、開発の遅れもあり、現在では非ステルス機でも AIM-120C が使用されている。また、現在は目標情報のアップリンクに対応し、距離を延長する等の改良を施した AIM-120D が開発され、 実写試験を行っている。アンロムの改良型については、かつて2機のラムジェットエンジンを取り付けた、フメラム、フューチャーミディアムレンジアー2、エアーミサイルの開発が計画されていたが、その後開発中止となった。フメラムは、アンロムの倍近くとなる 100km 超の最大射程を、性能目標としていたものの、ラムジェットエンジンを搭載する以外の変更点は、 ないのでアンロム搭載可能な機種であれば、回収を行わなくても搭載が可能となる予定であった。また、こう、中高度防空ミサイルに転用したスランダムサーフィスローンちょっとアンロムも開発されており、死体空ミサイルシステムネイザムズに採用された。本ミサイルの主な特徴は、撃ちっぱなし、能力、ファイアフォーゲットと同時多目標攻撃能力である。 従来の中距離空対空ミサイルの主役であった旧型のスパローミサイルはセミアクティブレーダーホーミング左誘導方式であったこの方式は飛翔時の誘導にミサイル外部の助けが必要であり発射母機のレーダーから目標に対してレーダー波を放射し続けミサイルは目標からの反射波をレーダーシーカーで捉えることでを行い誘導される発射母機は ミサイルの発射後も敵に向けてレーダー波を放射し続け、ミサイルが外れるか衝突するまでその状態を維持しておく必要があった。従って、次期のミサイルが飛翔中は、基本的に発射母機は回避行動が行えず、発射母機が誘導を継続する限り的からの攻撃に対して脆弱になる。ミサイルの誘導も一発ずつしかできなかった。アンロムは、レーダーに放射器まで搭載することで、 アクティブレーダーホーミング、R 方式、すなわち、ミサイル自身のレーダー放射による自律誘導を可能にした。これにより、発射武器はミサイルを放った段階で、回避行動が行える、打ちっぱなし能力が備わり、航空機の生存性が向上する。しかし、細いミサイルの弾頭部に内蔵されたレーダーは、サイズのせいから性能が限られており、遠距離目標は、 レーダーの微弱な反射波が検出できないことで誘導不可能である。そのままでは実用上は単射程となるため、アンロムではアクティブレーダーホーミング方式に加えたの誘導方法も用いることでその欠点を補った。すなわち、ミサイルを発射後、レーダーシーカーが目標を捉える距離までは他の誘導方式で中間誘導を行い、目標接近後にアクティブレーダーホーミング方式で 最後まで誘導する、終端誘導というものである、ローブル・トロールも参照。アンドロムでは、目標接近までの中間誘導を完成誘導と、指令誘導、コロスで行う。目標接近後は、アクティブレーダーフォーミングで、終端誘導を行う。発射武器は、終端誘導が開始された時点で、回避行動に移ることができる。短距離の発射では、中間誘導を行わずに、 発射前からミサイルのレーダーで終端誘導に入ることで発射墓機は発射直後に行動の自由を得ることができる。中間誘導時に発射墓機が攻撃を受けた場合は指令誘導を中止して回避運動を取ることも可能であり、ミサイルは完成誘導によって定められた方位角で飛翔を続け中間誘導を継続することでアクティブレーダーの福域内 ボアサイト内に目標を捉えることを期待する。アクティブレーダーに検知されるとそのまま終末誘導へと切り替えて目標の撃墜を図る。ただし、このような完成誘導だけの中間誘導では命中率が低下する。これらの誘導システムにより、アンロムは発射武器の価値完成システム FCS にもよるが、複数目標に対する同時攻撃を行うことも可能とした。 また、アンロムは XM 能力、対電子妨害対抗能力にも優れており、仮に発射後ジャミング、電波妨害を受けた場合、その電波の発信源へと誘導されるようになっている。また、チャフによる妨害にも強いとされる。他には、アンロムは、AIM-7 スパロを超える射程を持ちながらも、弾体のサイズは一回り小型となり、重量も軽量化されている。 そのため等の特徴を持つ。特に後者については、これまでは、対地攻撃などを行う、際の自衛用のミサイルは短距離用のものしかなく、頼りなかったのに対して、中距離ミサイルを装備できるようになり、生存性を見ることとなった。戦術の通り、アンドロムとは、アドバンストミディアム、デンジアー2エアーミサイル、発展型中距離空対空ミサイルの頭文字を取った。 ものであり、スパローやサイドワインダーといった通称とは趣旨が異なる。これは、アンロムの計画から実用化までの期間が長く、その間呼び習わされたアンロムが通称として定着してしまっていたことによる。スラマー、スラマーという非公式の愛称を持つ。AIM-120A が最初の実用型であり、以後の改良された派生型の基本となったミサイルである。 誘導装置に Wag-16B を用いた。1994年から引き渡しが始まった Aim-120B は Aim-120A の Wag-16B に変えて Wag-41B 誘導装置を用いた。Wag-41B はエプラムによってプログラム変更を可能としプロセッサーもデジタル化された。 AIM-120C は、事前計画製品改良 P3i プログラムによって、1991年より開発が始まった。誘導装置に a グ g -44B を用い、回 -22 の平気層に3発収容可能と、するために、中央フィンと後部制御翼の先を除いて小型化した。AIM-120C には、 さらに細かな改良、派生型が存在する。それぞれ一つ前の方から、おののの点で改良された。最新型で2015年4月にアメリカ海軍において初期作戦能力を獲得した。初の海外顧客はオーストラリアで2016年4月に輸出が承認された。主な改良点は電子防護機能強化、射程と精度向上のための GPS。 イム、衛星広報システム、完成広報ユニットの装備、双方向データリンクの装備、目標の回避ゾーンをなくすための運動エネルギー、強化である。射程は、従来の方と比較して1.5倍に向上し、マッハ4の速度で飛翔して100ナノメートル程度とも、言われている。その他、キネマティック性能と兵器の有効性を向上させる、新しい誘導ソフトウェア導入しており、 高角度でのオフボアサイト射撃に最適化されている。AIM-120 の発展型でラムジェットエンジンを搭載し、それ以外は AIM-120D と同様の改良がされる予定であった。フメラムはフューチャーミディアムレンジアー2エアーミサイル将来中距離空対空ミサイルの略。フメラムは1990年代半ばに ユーロファイター用の次世代ミサイルとして提案されたが、共同開発のミーティアに敗れ開発計画はキャンセルされた。アンドムの初の実戦は、1992年12月で、イラク軍のミグ -25 が2機飛行禁止空域を超え難化してきたのに対して、アメリカ空軍の F-16 が、早期警戒完成機の支援、OK、を受け AIM-120A を発射。 ミグマイナス -251 機を撃墜した。ユーゴスラビア紛争でも使用されている。アンロムは当初からヨーロッパ諸国での使用も考慮されており、米国製の戦闘機以外にもイギリス、ドイツ、スペイン、イタリアで共同開発されたユーロファイター対風フーウミやスウェーデンで開発されたサーブ39グリッペンなどにも搭載が可能である。航空自衛隊については、 飛行共同体に44発の AIM-120B 及び C-5C-7 が試験的に導入されたが本格的な導入はされず AIM-7 回 M の後継としては国産の99式空対空誘導弾 AM-4 が採用された。しかし第4次回 X で選定された回 -35 戦闘機は 胴体内ウェポンベイのサイズが合わないなどの問題があり、冷静音は、回マイナス35用に、AIM-120 の導入が望ましいとしている。2014年12月12日、アメリカ国務省は、AIM-120C-717 機と、訓練用キャプティブ弾2機、コンテナ、付属品、部品、サポートなど、推定3、300万ドル分の日本への輸出を、 承認した。2017年10月4日、アメリカ国務省は、a i m 1 2 c 7 5 6機、コンテナ、付属品、部品、サポートなど推定1億1、300万ドル分の日本への輸出を承認した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。